柳、浮かせる、ギダと柳の競り合い、後ろからシュート、これが繋がってシュートだー、まあ、これで、ね、少しこうルーズでディフェンスからするとこう処理しにくいボールをしっかりリラ選手が抑えたところで、まあ、野田選手がね、まあ、シュートだったと思うんですが、やはりそれに対して裏へチャンス、新井一輝のクロス来たか、うん、ヒール来ましたね、三木の芸術的なヒールシュート、うん、前の勝利選手の前で触ると、しかもちょっと右足の後ろ側で、それから庄司には小林がついてるんですね、ヘレッキャー、まあ、少しね、確かにミスマッチがありながらも最終的に、まあ、後ろから入ってきた、はい、まあ、鈴木大輔選手の前ですね、セットプレーの流れで残っていました、小田のクロス、いいボール、重なった、胸コントロール、いやこの小田選手のクロスも良かったですし、ここから後ろからキュッと、中にボールを通して奥田、藤尾に通るチャンス、先制水戸、まあ、これは水戸の真骨頂というかね、細かいパスワークから伊藤選手が入って、これはオフサイドないですよね、しっかりこれ豊を狙ったところ、しかしここは飯田です、そして武田中央で受けて豊から左サイド振った、荻原エリアの中入ってくる、うわあ決まった、そこにタイミングで、まあ、荻原がこう上がってきましたし、はい、まあ、豊のこうダイレクトのパスも行きましたね、まあ、シュート左足で、さあ本間志音、本間中に入って、うん、ここで高木が中央で受ける、右足振り抜いた、決まった、同点、新潟同点、高木開きましたよね、あと高木思い切って、まあ、逆サイド右サイド振り切りましたけども、名乗りを上げていく戦いになっていくのが注目です。さあ3バックの4バックの右、半田から右にボールを出す、ここに中原がいる、中原のグランドのクロスが入ってきた、シュートだ、どうだ、決まった、右サイドを素早く崩して、そうですね、この3バックの脇のスペースですよね、のところをしっかりとつけた棒、パスが通せた、はい、まあ、クロスの、ね、とこの精度というところも中原非常に良かったですよね、非常に冷静なパスが遅れたところですよね、まあ、林もしっかりとコース見て、はい、しっかりと、ね、こうブロックを作って守備はできているのではないかなと思います、ね、そしてここは攻撃だ、うまく抜けている、中原、中原のシュート決まりました、2点目、今度は、ね、得意の左足の方でしっかり角度を持って冷静にね、こうサイドネットの、コース狙いましたね、非常にこう動き出し狙いどころタイミング、山本の左足のクロス、2人飛び込んでいったが当たらない、ただもう一度大塚入れてくる、こぼれている、どうだ、決まった、ルキアン決めました、この中のこぼれ球に早く反応したのがルキアンでしたよね、これその前大井だったんですね、大井健太郎だったんですね、で大津のシュートですね、そのこぼれにルキアンですけども、高井はタイミング外して最後は冷静に決めていきました、先制はアルノファ山口 FC です。かなりリラックスした状態で蹴っていきました、まあ、ずっと見てますよね、まあ、最後までボール見ない、まだ選手が多く上がっています、セットプレーの流れで残っている長崎、ベリントンカット左足シュート決まった、先制長崎、一つ運んでそこからファーサイドに思い切り振り抜くというような、まあ、コースも素晴らしいですし、あの外し方、左サイド中に送っていくが、シュートは決まった、佐藤のシュート、おそらく触ってるんですかね、ここで一回少し触ってるんですかね、前川選手が触った中でそこでちょっと、そして加藤ひじりゴール前に入れていく、ヘディングシュートは決まるか、決まった、長崎勝ち越し、このやはりクロスの質っていうのが非常に素晴らしかったですし、中3枚入った中で江川選手フリーだったんですよね、さあ今日先制のウェリントンハット、1人かわした、うまいかわし方、さあ1対1だ、中フリー、どうする、中はフリーだ、シュートを打っていくか、シュートだ、決まった、ウェリントンハット今日2得点目、エジガル選手フリーで待ってたんですけども、そこに出すのかなというような仕草を見せながら自らカットインして、まあ、キーパーの位置もしっかりと見た中、どこに合わせる、ニアだ、
まだボールルーズです。前からのシュートはキーパーパンチング、決まった2点目。ミドルシュートを打った前川、そうですね、前川選手の判断良かったと思いますし、田中が中に持って入って、そして岩上もいます。そのちょっと引っかかる、そして大前が打っていく、キーパー、そしてもう一度決まった。この一つ前の大前からのパスも良かったですし、このこぼれてからワントラップシュートも良かったですよね、はい、そしてただ近いところ阿部も寄ってきます。阿部がフリーになった、クロスにした、逆サイド2人フリー、ボレー。まずは下がったボールダイレクトで受けた場所非常に良かったですし、この浮いたボールに対してけども、やっぱり力強かったですし、パワーありますよ、まあ、コースもそんなに、ボックスの外に今風間幸輝がいます。ヘッド、まあ、このボールの質も高かったんですけども、やっぱりもう身体的な強さ、しなやかさ、はい、の突破から、まあ、PK 取ってというのがありました。おー、チャンス、ハスキッチ、黒川パスにした、黒川だ、追いついた、まあ、バックパスに対して狙ってましたし、ハスキッチもよく見てましたね、黒川の位置、落ち着いて、吉尾カットイン、左利き、シュート、あー、入った、角度が変わった、入りました、先制点、町田ゼルビア。それに対して少し相模原の対応は気をつけなきゃいけないという話したと思うんですけども、ここも2人行ってたんですが、はい、奪われず、忽那が行った、このボール田中が拾う、田中からここに近藤だ、近藤のシュート、リフレクションあった、決まった、姫先生、この横パスも素晴らしかった、何よりこの近藤のミドルシュートというにはちょっと距離がありますかね、ミドルシュートですね、はい、素晴らしいミドルシュートですよね。佐藤から運動カを狙う、同点ベルギー、手元の時計で21分、非常に打点の高いヘディングでしたね、このコントロールされたボールですね、ウドカのヘディングもまだあります、ここに山下、なんとか弾いたが最後は決まりました。小池がうまく抜け出してクリアミスを、山下のシュートに榎本、自分で行くか、自分で行くか、自分で行くか、自分で打った、最後決まった、入りましたね、最後榎本大輝決めた、相手をかわして榎本の良さが出ましたよね、そして最後、サッカーを愛する全ての皆様へ、Jリーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために Jリーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。